今朝6時まだ持ってない人、はい、待ちわびた1ヶ月半ぶりの列車です。その出発の時刻が近づいていました。久々に列車に乗れて嬉しいです。やっぱりバスだとちょっとちっちゃいし、時間かかるので電車走ってくれて嬉しいです。長年この町の暮らしに寄り添い、能登のシンボルとして愛されてきました。おはよう元日の地震から1ヶ月半、再び能登鉄道が走り始めました。楽しかったね、よかったね。能登鉄道はどんなところ好き？連結が好きだ、うん、ね。能登鉄道では線路が地震により歪んだり、崩れた土砂で覆われるなどの被害があり、全線で運休が続いていましたが、七尾駅から能登中島駅の区間で今日から運行が再開されました。雪とか降ったらまた違う景色やから、電車から見る風景たまにぼーっと眺めとったりしたんで、また見れるからちょっと嬉しい。この街に寄り添い走り出した能登鉄道、能登中島駅から荒水駅までは4月上旬の再開を目指し復旧が進められます。また JR 七尾線では運休が続いていた七尾駅から和倉温泉駅の区間が今日再開し、全線で運行再開となりました。今日再開した一部の区間では速度を落として運転を行うため、運行時間が地震の前から変更されています。